お、来ました来ました。よし、これでっと、よいしょ。こんにちは、マイティーさんかミュージックスの電車太陽です。ということで、今回ですね、なんと久しぶりにマインクラフトでデスランというミニゲームをやっていきたいと思います。ということで、まあ自分アスレめちゃくちゃ初心者です。ということで、アスレ経験のあまりない自分がデスランをプレイしていきます。まあレベルが31なのは少しやったからですね。よいしょ。ということで、今回はプリズンをやりたいので、もしかしたらメッセージで打ったらプリズンいける可能性ありあるっすけど。ということで、今回まあっていうか、これからこのデスランを何回かやり込んでレベルを40くらいに上げたいと思います。ということで、マップはプリズンです。勝った。計画通り。ということで、3、2、1、マイル。ということで、まあこのデスランっていうゲームは、トラッパーと、まあ逃げる側で分かれていて、まあ逃げる側がアスレチックをクリアしていくんですが、トラッパーがなんかトラップを仕掛けて邪魔してくるっていうゲームなんですよ。まあそれで1位取ったら勝ちみたいな、そういうゲームなんですけど、なんか上手い方たちはなんとタイムアタックとか、なんかそういうすごいことをやっている方たちがいるんですよね。ということで、今回はなんとか1位を保ってます。これも1回でも落ちたら結構最初の方にやり直しになるので、1回でもミスったら大変なゲームです。ということで、ゴールしました。よし、じゃあせっかくですし、次の試合も行きたいと思います。こうやって他の方もアスレチックをやっている感じですね。ということで、次の試合やっていきましょう。ということで、次のマップはズーというこの動物園のマップです。自分実は何回かデスランをやった経験があるんですけど、このマップすっごい苦手です。ということで、まあやっていくんですが、やっぱり死んじゃいました。ていうか、この方めっちゃ追いかけてきますね。ということで、こういうトラッパーの方結構自分苦手なんですよね。回避が結構難しいです。あと、最近は YouTube やってないんですけど、自分デスランをやってるミシミシさんって方に憧れてやっています。ということで、久しぶりのデスランですが結構難しいです。よいしょ。ちょ、上行きますか。よいしょ。あ、落ちました。あ、危な。ということで、ここはちょいジャンプブーストを入手するのにめっちゃ追いかけてきますね、この方。結構1位を狙ってくるトラッパーさんは自分結構苦手なトラッパーさんです。ということで、まあこういうトラッパーさんを克服していきたいですね。ということで、久しぶりのマイクラ実況楽しかったです。ということで、ゴールしました。ということで、まあこのようにシリーズ化していくので、まあ皆さんもぜひこのデスランというゲームやってみてください。まあなんかコメントとかあったしたいコメントがあったらどんどんください。アドバイスのコメントなどもよければお願いします。ということで、このデスランというゲームでこれからいっぱいやりまくっていきます。ということで、今日はこれくらいで終わりにします。それではバイバイ。